皆さんこんにちは、エルザです。今回は上位勢に聞いた各ルールの極意アサリ編について解説をしていきたいと思います。こちらの動画は以前ライブ配信で行った肥満のチャンネルさんとの会話から内容をまとめたものとなります。要点をまとめた内容にしておりますので、その他の話を聞きたい方は過去のライブ配信をご覧ください。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、ガチャサリーやっていきましょう。アマビだね。アマビのガチャサリーか、ちょっとね、苦手っちゃ苦手なんだよね。あ、でも武器的にはだいぶ塗り強そうな感じだね。な、頑張ってキル取るしかないかな。クーゲルとかもいるしね。あ、まずはアサリをちょっと回収しながら。左行きたいけどな。まあまあまあ、右の様子見ながらって感じだね。あ、右いるね。あ、ナイスー。ちょっとびっくり。うまいこと取れすぎてね。あー、で、ウルショかー。お、ナイス。いやいやいや、それ偉い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 。その1枚取れたの偉い。まあ取られ、結局入ったけどね。さあどうしよっかね。こっからもう半分ぐらい入ってるからな。いいよ、それ持つわ。カウンターアサリを取らないで済むから。これ右いるけどな、大丈夫かな。ういシュート。多分下からでも良かった気はするけど、まあ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 。で51。そう、アサリね、意外と決まるとね、こんな感じでポンポン点数入るから、怖いっちゃ怖いんだよね。いたね。はい、取れた。危ねえ、ギリ届いた。ここいるね。よし、危ねえ。一発目当たってなかったら終わってた。ラッキー。いいね、爆発矢がしっかりダメージ判定出てるから。言える、これは取らせてもらう。つなげておかないとね、もう死んでしまうからね。あー、すげえ、3キル取ってる味方、ナイスすぎる。あ、意外とオールぐらい取ったね。そこ抑えいくか。ここどう。あー、クゲル届くんだよな。もうちょい見とけばよかったね。で、どうしよっか。こっからガチアサリは一つあるけど、取った取ったけど相打ちじゃダメなんだよな。相打ちだとね。ナイス防衛で、右が大丈夫かな。ボトル取ったー。これは取っとく。いくいくいく。多分これね、大丈夫なはず。大丈夫なはず。ギリ入る。ちょっと一回ミスったかな。あれ、ミスってなかったら入ってたな。とりあえず、まあ、ガチアサリ入れれば10は必ず進むから、焦らずね。またカニタンクか。
よし、ねえ、後ろ、ああ取らなかったね、まさかのシュートじゃなかった。よし、危ねえ、カバーできた。いやーちょっとなー、もうちょい早めだったな。取った、取ったけど、あ、うちか、ナイスダーがちょっと豚になってしまったか。まあ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 、しゃあないしゃあない。さあまだね、簡単に返される範囲内だから、なるべく攻め切りたい気もするな。あれはもう取りいけないよな、さすがに。うん、もう行ってしまったけどやられると思って。焦った焦った、味方います。敵が焦ってたね。ラッキーだ、これめちゃくちゃラッキーだ、これはラッキーすぎる。危なー、ポイズン投げてなかったら終わってたね。はい、というところで、そうだね、アサリはここまでにして次に行きたいと思います。それでは本題に入っていきたいと思います。今回のテーマは上位勢に聞いた各ルールの極意アサリ編ということで、アサリについてまとめていきたいと思います。まず今回極意として挙げられたのはこの3つです。裏抜けの警戒、常にアサリを持っておく、味方と敵の動きを常にマップで見るとなります。まず1つ目、まず裏抜けの警戒ということですが、これは位置や音が重要とのことでした。立ち位置に関しては、なるべく敵が侵入できる通路の中央を取るように立っていましたね。まあ雨火だとこの辺りということです。ただ立つだけだと気づかないこともあるようなので、音もしっかり聞いておいたり、たまに見るように意識はしてるとのことでした。でもこれだと完全に感覚の問題になってくるので、予想の立て方も大事と言ってましたね。例えば正面に4名いれば裏取りをされる心配っていうのはありません。まあ、視界に入ってるので確認しやすいですよね。ですが3人しか発見できていない場合っていうのは、1人は裏取りをしてるなと予想するようです。この気づきが結構大事なようで、人数の把握だけで見るポイントが変わって視野が広がるというわけですね。また裏取りに対してですが、キルのを取るのはもちろん、カモンをすることも大事とのことでした。意思疎通の手段としてカモンを使って協力して裏取りを防止するのは結構大事なことみたいです。まあ、ここでね、遠慮する人もいますが、遠慮はダメということでした。それでは2つ目です。アサリを常に3個以上持っておくことを意識しておくといいみたいです。アサリはいつ試合が進むかわからない難しいルールなので、少しでもカウントを稼ぐために準備をしておくとのことでした。数に関しては3個じゃないといけないっていうわけじゃなく、3個以上なら特に決めていないそうです。ちなみにガチアサリを持つことに対してですが、持つこと自体は気にしていないということでした。というのもガチアサリは場所がバレる要素はありますが、そもそも弓は体を垂らしてバレているので、あまり大差がないということでしたね。まあ確かにこの辺り考えると、常にチャージをしながら動いているので、相手にバレているっていうのはありますからね。まあ考え方によっては持ってても損はないというところです。むしろ味方の前衛がアサリを持ってしまってバレているのが危険なので、後衛が待つ方がまだ安全っていうのもあるようですね。この辺りは敵から見た視点で誰が持っているかを意識するといいかもしれないです。まあ、積極的に持ってあげるのはいいかもですね。それでは最後になりますが、これは X ボタンでマップを見る機会を増やそうということでした。デス復帰はもちろんですが、試合が動かない時などに見るようですね。でこのマップの回数に関してなんですが、どれくらい見てますかと聞いたところ、まあ、20から30回と話してましたが、冗談抜きでそれくらい見ていましたね。まあ、ちょっと数えることなかったんですけどね、数えてみたらやっぱそれくらい言ってました。でその他にもマップを見るチャンスはあるようです。で段差を超える時とかのジャンプですね、なんか行動が固定されているものに関してはなんかマップを確認するみたいですね。まあ飛び移る時って敵倒した後とかですもんね。まあそういった細かい場面で
見るのがマップを見る機会を増やすいい方法となるわけですね。まあ確かにデス復帰後だけだとデス数に依存しちゃうので、まあ、ちょっとねそれ以外も増やす方法っていうのはやっぱ考えるべきですよね。で固定の行動や安全な時に練習としてマップを見るのは癖としてつけていくのはいいのかもしれないです。まあヒマンヌさんもここに関してはもう癖だねって言ってましたね。でこのマップを見るっていうことに関してなんだが、アサリの場合はマップにアサリ表示もされますので確認もできてとてもいいことなのかなと思います。ということで今回のアサリの極意は以上となります。アサリに関してはシェアの話が多めでしたね。早めに気づいて攻めの機会を潰すといった感じでしたね。ただ他のルール同様前に出る前提だったりもするので、アサリは他のルールよりも応用するものが多いなと感じました。この他にもアサリに関して細かい話を聞きたいっていう方もいると思いますので、概要欄に元の動画を貼っております。そちらから見に行ってください。はい、ということでね、試合の方に戻りたいと思いますが、まあ、ちょっと無理やりシュート決めたっていう感じで、この無理やりが意外とね大事だったりするからね。まあまあまあ、これはもうやられる。ただそうだね、逆転はちゃんとしたからまだいい感じ。惜しい、もうワンテンポ早かったら入れれたね今ね。ナイスナイス。味方前に出てるから中央は取られてないもんね。とりあえずアサリだけ回収しといて、それ壊して、ナイス味方かわ。とりあえずね、うん、やっぱここでポイズンにとくと強いよね。ナイスナイス。ちょっとね、危なっかしいとこあったけど、ゴリ押しでシュート決めたのは良かったかもしれないね。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。